負けなくてよかった。まだ最後まで優勝者できる。これじゃ多分ダメなんだろうなとは思ったんですよ。最後はやっぱチームもね、サポーターもそういう経験は初めて。でも FC 東京をもうユッピはずっと応援してるわけじゃん。一つのチームを応援するってさ、そうなんだよ、みんな。まあ、東京出身だしさ、うん、そういうチームがあるってやっぱり幸せじゃん。僕ね、ほんとそれを勧めてるんですよ。サッカーって、まあ野球もそうですけど、うん、俺らが街のチームじゃないですか。そんな素晴らしいことないなと思って。僕、だから地方に例えば住んでたとしたら、もっと楽しかったんじゃないかと思うんですよね。あ、もっと密着してるからね。そう。で、東京ってもう、いろんなことがあるから。でかいからな。そう。そんなに FC 東京には行かないじゃないですか。なんかそれが例えば岡野さんのいる鳥取とか、うん、だからもっと楽しかったんじゃないかと思ってるんですよね。それぐらいなんかこう J リーグっていいじゃないですか。それを勧めてるんですよ、僕いつも。じゃ鎌倉に住んだらどこですか、ベルマーレ。これはね、鎌倉 FC っていうのがあったんですよ。知らないですよ。ありますよね。でちょっと海外の地とか入れてるんですよね。そうそう、これがあった。誰がやってる。いや、わかんないです。よもけんたろうさんってなんかシンガポールに住んでる人な。よく知ってね。それね、調べた。その鎌倉住みたいなと思って、うん、鎌倉にあんのかなと思ったら出てきて、それが地域リーグか、地域リーグね、下の県3部から2部に上がったぐらいかな、県リーグ、はい、でもなんかちゃんと J リーグを目指してとか言ってから、あ、俺は引っ越したらこれを応援するんだろうなと思って、うん、でも鎌倉スタジアムねえからな。鎌倉市ってほんとちっちゃいから。そうか。去年さ、FC 東京がまあいい快進撃だったんですよ。いや、そうですね。長谷川監督になって2年目だっけ、うん、今年3年ですよね。今年3年ですね。でもなんかまあ分かりやすい健太さんのサッカーっていうところで、まあ久保建英がいたのもあったけど、そうですね。でも最後の最後まで優勝したわけじゃん。いや、もう初めてですからね、あれ。どうなの。いや、もう僕はメンタル持たなかったです。いや、もう毎試合、浦和さんもそうですけど、鹿島とか、うん、上昇チームとか、ね、そうそう、のサポーターのメンタルって強えなと思いました。だ、選手も多分そうなんでしょうけど、サポーターも僕が代表するわけじゃないですけど、やっぱちょっとお祭りだったんですよ。やべえ、今年優勝争いしてるじゃん、このままいけんじゃん。そうだけど、多分鹿島のサポーターとか、うん、川崎のサポーターとかはお祭りじゃないじゃないですか。なんで2位にいいんだよでっていうテンションじゃないですか。これも優勝して当たり前でしょうのテンションでいるから、例えば最後残り3試合優勝争ったのに引き分けたら、引き分けてんじゃねえよって本気で思える人なんです。僕らって負けなくてよかった、まだ最後まで優勝争いできる、ね、でもこれじゃ多分ダメなんだろうなとは思ったんですよ、最後終わった後に。それもチームも含めサポーターもそういう経験を初めて、だから多分両方お祭りだったんじゃないかなっていう。で最後マリノスだったじゃないですか、うん、で勝てばよかったんだっけ。そうです、でも4点差とか取らないといけなかったんですよ。その前の試合で引き分けたんだっけ。アウェー8連戦だったんですよ。で、ホーム2回あったんですよ。ジュビロとそれこそ浦和さんですよ。それが両方引き分けたんですよ。ジュビロじゃない、湘南でこの2つ引き分けて、どっちか勝っとけばだったんですけど、両方引き分けちゃって、そこはだから浦和じゃなくて湘南だったわけでしょ。 FC 東京が勝たなきゃいけない。浦和だとなんかちょっといつも負けちゃうから、そう、浦和さんにとっては引き分けは最高って良かったかもしれない。僕ら湘南に引き分けたわけだ。で、前が強かったじゃないですか、もう勝てると思わなかったですもん。でもさ、それはさ、多分サポーター的にもそうだけど、今選手もさ、はいはいはい、話とかするじゃん、うん、やっぱそういうちょっとしたプレッシャーがあったの。いや、あったと思います。僕、そのキャプテンの東圭吾の中にね、圭吾と終わった後とかに、やっぱ緊張したの、それには緊張したわ。で、なんかその、優勝争いしてんの楽しいけど、やっぱ緊張はちょっとあった、ね、続くのがね、うん、今までなかったことだから。でもそれがまあだからこう何年かできるようになったら多分慣れてくるんだろうねっていう話をしてたんで、負けられないとかね。特にキャプテンだし、でしかも最終戦怪我してるわけでもないのに前半で交代してたから、なんかどうしたのって言ったら、あ、調子よかなと思ったんですけど、変な話、内臓やられる人もいるからね。うん、あ、じゃあちょっと本当に苦労ですね、うん、緊張というか。浦和のサポーターさんは圧がすごいですからね。あれだって僕が選手だとしたら応援されてるときすっげえ勢い乗れるけど、ちょっと失敗したときめちゃくちゃ怖くないですか。いや、俺のときはもう弱かったから応援されてないことが多かったから、ね、もうやれよちゃんとみたいな。勝ったときのパワーはものすごかった。あ、はい、その分、うん、その発散というか。でも勝ってないときのが多かったから、いやー、まあ文句言われたよ。
でもそういう時代だったし、そうですね、僕ね、J リーグできたばっかりで、どっかと浦和の試合見に行ったんですよ。じゃあ、浦和のサポーターが発煙筒たいてたんですよ。で、その国立の、あのオーロラビジョンで発煙筒たくのやめてくださいみたいなのをアナウンスされてて、だけど僕はやっぱヨーロッパから入ってるんで、めちゃくちゃかっこいいじゃんと思ったんですよ。日本にはもしかしたらそぐわないかもしれないけど、まあ危ないっていうのもありますし、だけど僕は、めちゃくちゃかっこいいのにこういうのダメなんだって思った派なんですよ。選手側もやっぱ思うんですよ。かっこいい。いや、そうですよね。なんか俺のチームは熱くね。まあまあ、イタリアとか見てるとさ、うんうん、バンバンやるじゃん。あれも多分本当はダメなんじゃん。そうですね、多分ね。それなんか知らねえ。イケイケなってるってことですよね。なんか消防法とかそれで言われれば、なんかそれダメなんだけど、やっぱそうなんですね。選手側はやっぱそうなんですね。いや、もうレッツはそれが多かったからさ。はあ、はあ、そうですね。そのために処分されてさ。だチームからしたら、はあ、サポーター皆さんお願いしますよ。ちゃんとやってください。じゃん、うん、でもサポーターからしたら、それだけ熱いものがあるってことですね。だし、うん、選手の現場も、わからないよ。わからないけど、なんか、わ、すげえなっていうのもあるけど、でも、ルールってものがありますから。ね、毎回毎回裏のね、サポーターが処分されてるかもしれないけど、でもね、処分のされる前から最先端なんですよ。ね、なんかそう思いますよ。だから発煙筒とか僕見たの初めてが浦和さんのサポーターだったから。でもね、イタリアとかも手荷物検査すげえやるじゃん。やってますね。だから隠して持ってってると昔からやってんのよ。必ず発煙筒が、うん、俺って見せるのよ、カバンの中。うんうんうん、当然持ってないよ、うん、見てるじゃん、うん、こんだけみんな見てるのに、うん、なんで発煙筒が叩かれるの。確かにね。で聞いたところによると、入ってから下からこう渡してくるやつがいるっていう噂だけど。でもそれぐらいってことですね。でもやる側はやる気満々。いや僕ね、本当にね、ダービーとかはそれぐらいやっていい気がする。雰囲気作り、そうそうそう、初めて見に行った人も、あ、こんだけすごいんだ、で危険なことがなければね、そこもルールを作った方がいいんでしょうけど、だから雰囲気作りだよ、サポーターは。そうそうそう、僕はやっぱりこう、うん、サッカー好きだから、ヨーロッパのサッカーとか見てると、うん、雰囲気あるじゃないですか。バルサとレアルの試合なんて豚の頭飛んでくるんですよ。あんな持ち込んでるってことじゃないですか。全然許してますよね。そう、なんかそれぐらいのことはやってもいいのかなと思うんですよ。選手に危害を加えない、うん、誰も他のサポーターに怪我しない、相手と喧嘩しないようだったら、うん、なんかこの時間は発煙筒耐えてもいいですよ、うん、とかね、なんかそういうルールを決めたらありかなと思うんですよ。JT、うん、ダメです。ね、今水口さん多分ありの気持ちでダメです。僕ね、浦和さんにね、一つだけ言いたいことがあるんですよ。何回も言って。浦和美園の駅の間にもう一個駅作ってほしいんですよ。歩くの遠くですかね。あ、先ね。そう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 、なんか再スタまでちゃんと歩いたら20分くらいかかるじゃないですか。もう一個作ろうよ、駅って思っちゃう。それはね、あの、もともと、あそこの川口の方から、その先の岩槻まで通るはず。それがまあ予算の関係で、ストップしちゃった。だけど、それをもう一回やろうっていうのは、まあ、あ、動きはあるんですか。動きはある。できるのかどうか知らないけど、試合の時だけ埼玉スタジアム駅までとかね。なんかそれぐらいあったら嬉しいな。いや、アジスタだって近いからね。でも、飛び立てる大丈夫。僕はね、うん、いつも言ってるんですけど、うん、23区に作れよって言ってるんですよ。いや別に飛び立てるも素晴らしいところですよ、うん、もう愛着もあるし僕も全然好きだけど、やっぱ東京と歌ってんだったら23区に作ってほしい。スタジアムもね、半々っていいですけど、試合するのは代々木のところですよ。そう、本当はあそこにできたらいいんですけど、もうなんか話も終わってるじゃないですか。なんかあんまり進んでない、こういう状況じゃねえ。だって代々木にできたら原宿からも行ける、代々木公園駅からも行ける、渋谷からも歩けるじゃないですか、うん、で若者集まると思うんですよね。それがね、フワちゃんとかがね。もうその頃フワちゃんいねえだねえか。早えな時代って。指定管理すればいいんだよね。いやそうそう、多分そうだと思うんですよ、うん、でもまあそれは無理じゃん、ベルギーもあってっていうところです。東京だっつってのに轟の方が近いってどういうことだよって思っちゃうんですよ。めんどくせえってなっちゃって、もう行ってんの。今年はまだ年間シート持ってんの。持ってないです。買えるいやだ。事務所が持ってるんですよ、人力車の。うちの社長がシート料大好きなんですよ。あ、そうなの。そうなんですよ。だからなんかね、子供たちをバスで連れてくツアーみたいなのスポンサーやってるんですよ、人力車の。そう。それさ、もっと人力車がいいよ。人力車、FC東京とか。いや、あのね、社長はカッコつけんですよ、うちの社長。いくつぐらいでしょ。55ぐらいかな。
分かんないですけど、でもおぎやはぎもサッカー好きじゃん。結構サッカー好きな人いるんですよ。でおぎやはぎは俺知らなかったの。あ、本当昔ね、知らなくて、TBS で、副音声で仕事で、加藤さんと俺が副音声で、ゲストおぎやはぎで、そしたら、まあ、あんな感じでこう話して、ね、いろいろいい感じですよね。だから加藤さんは、いや、もう飲み仲間だから、いや、そうそう、なんか、素人の時からなんか、ね、そうそう、目黒のね、店、まあ、そうそうでっていう、でそこはもう、俺も加藤さん連れてもらったこともあるし、だってゴルフ仲間だって言ってたじゃないですか、加藤さん、もう山本さんのね、あ、そうなんですか、加藤さんはサッカーしかやらないから、そうそう、山本さんはもうゴルフで、うん、でも山本さんと、もう、ココリコ遠藤さんとか、軍団山本ですね、ゴルゴさんとか、で、たまたま俺が暇の時ゴルフのスイングしたら、山本さんが、ゴルフやんの行こうよ。で、加藤さんの仕事するようになったのは、2002年のワールドカップだよ。2か。あの時に、俺は、まあ、TBS 仕事してて、そのメイン MC が加藤浩二さんと国分太一君。その開幕戦を、俺は TBS の、BS の仕事もしたら、で、うちの奥さんも TBS のニュース通信仕事をしてて、で、一緒にしたの。その時はもう結婚、いや、まだまだ。お付き合い。付き合ったりするんだよ。ただの知り合い。もう一応仕事な。TBS 一緒に行ってから。で、日テレで武田さんがいて。ああ。で、武田さんがいて。アジアン大砲。で、木村拓哉さんがいたわけですよ。おお。木村拓哉。木村拓哉は NHK からの仕事で。へえ。で、まあ、木村拓哉同級生ですよ。あ、そうなんだ。面識ないけど。悲しい同級生ですね。そしたら、企画だみたいな。なるじゃん。みんなほら、近くだから。はい。そうですよね。そしたら、武田さんが、バカにして。水木村拓哉ぞ。いや、ミニハだな、あの人。見てこい。はい、いや、見てこいって別に。別に見に行かないですけど。別に生で見たいわけじゃないです。別にいいですけど、そら。私、行ってこいよ、お前。荷物見ててやったら。っていう席で、俺と今のうちの奥さんの小倉弘子と、じゃあ、武田さん、荷物見ててくださいって。で、見に行ったら、まあ、タバコを吸えるスペース。はいはいはい。そこにいて。そこにいて。木村拓哉だな。それがパッと高木さんが言った、高木さんが高木さんの方がかっこいいなっていう話で、なんか小倉弘子と戻ったわけです。高木さんはどうだった、どうだった。いや、どうもこうもないですけど、まあ、木村拓哉だな。木村拓哉ですね。だな。いやいや、俺の持ち物みたいな。いや、別にね、あれですけど、いや、高木さんはかっこいいっすよ。まあ、もう5万円ずつ。もうこの話は、ね、もうジャンクスポーツも言ったんだけど。さあ、今日のゲストは、はい、もうね、乳酸止まってる。なんで乳酸